馬縁は中国新末期から五漢初期の武将、副派将軍の号でも知られる。字は文縁。その娘は五漢第二代、明帝の皇后となった。また子孫に五漢末期、三国時代の武将の馬頭、馬長夫氏がいる。右、夫婦茂良犬の人。その縁祖は戦国時代の朝の将軍の長者であり、長者は馬福君と名乗ったので、これが、 死になったという。曽祖,祖父の馬通りとその兄の馬なんだは、武帝器の父子の貨平帝に功績があったが、馬なんだはこの乱の原因である。孔光ると仲が良く、そのことで高難があるのではと恐れて、ついに反乱を起こして殺され、一族は全官が滅ぶまで禁固とされた。馬園が十二歳の時に、父が亡くなり、長兄の馬京が馬園を教育することになった。バエンは、 生死を学ぶことがあったが、当時主流であった一時一句に関わる、訓子学を嫌い、北方での牧畜を望んだ。馬京は馬園が大使を抱いていることを知っており、将来必ず大人物になると思って、それを許した。しかし、馬京は、間もなく亡くなり、馬園は、全館が滅びて、大網による皿が成立すると、軍の特有となり、囚人の護送業務をしていたが、 その囚人を哀れに思って逃がしてしまい、自らも北に逃亡して、そこで念願の牧畜を始めた。馬園の先祖が以前そこで役人をしていたこともあり、馬園はその地の頭となった。牧畜の傍ら農業も始め、め、馬園を慕う人間が次々と訪れ、その地の実力者となった。その頃人々に男子たる者苦しい時には意志を強く持ち、老いてはいよいよそうでなくてはならない。 富を得ても施さなければ、ただの主戦奴に過ぎないと語り、儲けた金品を親族友人に与え自分は粗末な衣服を着て仕事に熱中した。そのためますます人が集まるようになった。新末期に新城大院とされ、新滅亡後は、老生に拡挙した会合の配下になった。会合は、河北に勢力を持つ劉州、職に拡挙して皇帝を名乗っていた。 高村術の二者を伺い、内情を調べさせるために、高村術の道県人で窮地である馬園を職に使いさせた。馬園は温かく迎えてくれると思った。高村術が皇帝の権威と礼儀で迎えるのに幻滅し、会合には、高村術は、意の底の河津と評し、三つ竹三に味方するべきだと訴えた。二十八年、馬園は今度は、後部帝への使者となった。 公武帝は礼儀にかかわらず、君は二帝の間に往来する。今、君を見て、自分が及ばざるものではないかと恥じると笑って、馬縁を迎える。馬縁はそんなことはありませんとわび。公孫術は、窮地の我に対して、劇を並べて、その後に、我を進ませる。真、遠くから来る。陛下、何ぞ四角にひずと知り、礼儀作法の勘になる。ことかくのごときやといえば、 三つ竹帝は、君は四角でなく、雪脚なるのみと笑う。これによって馬ンはつくなら器の大きな光武帝と、決め、三つ竹帝の使者雷鏡と共に、老生に戻って、会合を説得する。会合は、長子、海誠を人質となし、再度、馬ンは雷強、雷鏡、海誠と共に、落葉に行き、三つ竹帝に神として振った。 海南にある馬園の増会号は30年に三岳三角と対立し、交戦の中33年に病死した。この年馬園は、ふと中大部を廃止、中老将、雷教の副官として、諸将を監督することになった。35年の会合残党討伐に馬園は功績を上げ、ついで雷教の推薦によって、老政大使となった。36年には、 高村術を滅ぼして、三つ竹三角の全国統一がなった。40年に、公衆で、印姉妹が反乱を起こしたが、翌年にバエンは、副派将軍に任じられ、姉妹を打ち取って、反乱を鎮圧した。48年、バエンは、武量五桂の反乱討伐に出陣を願い出た。この時にすでに62歳であり、三つ竹三角も、もう年なのだから、とバエンを止めたが、 バエンは、私はまだ馬にもよく乗れますと言って、馬に飛び乗り、三つ竹三角も笑って、格尺たるかな。老いても元気な人を、格尺と褒めるのはこの故事が由来となっている。翌年春、バエンは、臨境に進軍し、県城を攻撃していた、反乱軍を迎撃して破った。3月、壺は玉まで進軍したが、初熱の環境で人中に薬病が蔓延し、 バエンも病に倒れて没した。死後、バエンに恨みを持っていた古本中老将の張松はバエンが戦利品の宝物を死物化していたと残念した。後部帝は激怒し、バエンの神速行の印児を剥奪した。老いの場合はオラが冤罪を訴えること6度に及び、雲陽用令の死没は罪はこう思って除くようにと上書した。永平初年、明帝が、 剣無念間の迷信の肖像画を雲台に描かせたが、その中に、馬園の肖像はなかった。東ル王、龍葵がこのことを尋ねたが、明帝は笑って答えなかった。78年、小帝は馬園に、忠明公の送り名を送った。ありがとうございます。